え、じゃ、タコ飼ったらさ、俺を飼い主として認,知認識するってこと俺タコ飼いてえよ。認識するするんだ。えじゃあさ、おいで、なんか、仲良くなったらさ、子供のうちからタコ育ててたらさ、おいでおいでとか言ってさ、来たらフィューって飛んできたりするえ、俺もうタコ食べれないわ、じゃあ。<laughs> ね俺ごめん、タコ食べれない。 <laughs> ねえ。明確に認識してるじゃん。こいつらに食われるんだ、俺は。いや、俺ビーガンじゃないよ。あの、なんつうの。明確なる。だ犬とか猫食わないのと一緒で、ペットとなり得るものって俺食い物じゃないっていう認識になっちゃうから、犬みんな食べないでしょ。<laughs> どの動物も認識してる。<laughs> なんでじゃあ牛とか豚は、ね。 食べるんですかって聞いてほしい。うまいから食べる。人間ってやばいだろ。タコは別に俺美味しくないんで、食べないだけで。牛、牛とか馬、馬とか豚はうまいから食います。<laughs> タコもうまい。じゃあお前ら食べろ。俺別にタコそんな好きじゃないから、今後タコ食べないわ。<laughs> 知能が高い動物ランキング。まあ、チンパンジーは言わずもがな。イルカも賢いよね。あ、ゾウも、仲間の死を認識してお、お墓参り来るってうもんね。 おうむラットって、ネズミあカラスも頭いいな。犬。ハトも頭ハトこれあれじゃないの ?2013 年の、ねあの卒業生の、花巻東の卒業生の年収が四千平均年収が4000万上がったように、これハトの項目に広い気いませんよねだから相対的に上がってるとかじゃなくて。あいつが平均値上げてない <laughs> ちなみにシャチはクジラの舌だけ食べて他は残します <laughs>。でもそのクジラの死骸が100年間形成するんだよね。生態系をね。俺思うんだよ。鴨川シーワールドとかも思うけどさで、シャチとあんなにさ、戯れてるの怖くねシャチなんて一番やばいべで。骨格もフィジカルやばいもんねいやお。俺はね、最近ね、カンガルーを恐れてんだよね。 あいつのさ、かん、俺結構動物好きだからいろんな動物系、動物の動画を見るんだけど、カンガルーって、立ち上がった時の、胸筋見たことあるあれ横山くんだよカンガルーって。ちなみに時速64キロで走ります。カンガルーは。二足歩行で。本来、動物が四足歩行なのって、速く走るためなのであいつ二足歩行で64キロです。 道路交通法違反。あの体を尻尾一本で支えられるぐらい尻尾が筋肉の塊。でもさ、自分の飼い犬がカンガルーに襲われて、パンチしてカンガルー倒す動画。<laughs> あの動画一番おもれえよな。人間対カンガルーの対イマンの動画見たことある。自分の犬がカンガルーに襲われてたからてめえを狙ってて、右ストレートでぶん殴って、カンガルーが鳩が豆デッポ、鳩が豆デッポ食らった時みたいな顔してるやつ、びっくりするやつ。え 殴ってくんの僕を。<laughs> あれ面白いよな。<laughs> それの新作もある <laughs> 送っといてね。<laughs> なあ。新作送って。ついにパート2出たんだ。10年ぐらい待ってたんだけど俺。パート2出たんだね。俺待ってたよ。新作も出たんだ。待ちに待った。 幕末獅し,しぐらい、更新頻度悪いからな。